はい、こんにちは。バーチャンネルマイハラです。はい、今日はですね、ベイブレードバーストのランダムブースターボリューム10、うん、この2回目、今更ですけれども、開けていきたいなと思います。はい、今度こそクラッシュラグナルク開けたいね。うん、じゃあ開けていきましょう。はい、はい、ではパパの1パック目いきますよ。せーの、ドン、はい、レジェンドスプリガン。おー、そうだ。じゃあ僕の1パック目、はい。あー、来た、やった、はい、では私の2パック目いきます。せーの、ドン、はい、おっ、ジークエクスカリバー。ジークエクスカリバー、なんでこんなの入ってんのこれ。じゃあ僕の2箱目。はい、これでスプリガンレクイエムが出たらコンプだね。うん、せーの、ドン、うん、ああ、違った。うわー、残念、ね、残念でした。じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがクラッシュラグナルク、イレブンリーチウェッジですね。うん、はい、よかったね、出て ね、今回のレアですね。うん、メタルのラグナルク、うん、出ましたね。じゃあセットしてみましょう。うん、どうかな。あ、柔らかい。え、あ、うん、めっちゃ柔らかいじゃん。あ、でもかっこいいね。うん、すごいね。今回もゴッドアビリティ風にここが出てくんだね。うん、これはもうライジングラグナルクと似てるね。そうだね、ただここに入ってるのが若干メタル風になってるかな。うん、はい、続いて出たのがジークエクスカリバー5バンプアトミックですね。うん、これすごいね、毒々しいジークですね。うん、これはこれでいいかもしれない。そうだね。はい、続いてレジェンドスプリガンゼロアンダーナッシングですね。うん、アンダーフレームまたゲットできた ね。 そうだね。あとはこのナッシングですね。うん、このレジェンドスプリガンが意外にかっこいいね。かっこいいね、これね。うん、はい、最後に出たのがロストロニクス2リーチマージでしたね。うん、これは3個目だね。うん、で、3個目はエイシン君が適当に、ステッカー貼りました。はい、はい、じゃあこれでシュートしていきましょう。うん、はい、じゃあクラッシュラグナルクシュートしてみましょう。はい、よし、こういう感じね。ドライバーがウェッジだもんね。うん、だからおお、スタミナだっけ。うわ、本当真ん中にとどまった。そうだね、すごい。はい、じゃあバトルしていきましょう。私はジークエクスカリバー5バンプアトミックでいきます。はい、僕はクラッシュラグナルク11リーチウェッジでいきます。はい、3、2、1、ゴー。あれあれあれ、負けちゃった。3、2、1、ゴー。いけー。あら、さっきはうまいこと偶然重なって、スワップブリッジ、よし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 、3、2、1、ゴー。はい、あー、もう一回、もう一回バーストいけ。あ、でも真ん中に、バーストで、バーストで、オッケー、いけ、あそこに、剣に当たれ、剣に、あー、やばい。あー、スタミナが切れてきた。が、剣で、剣で、おのめ。私はレジェンドスプリガン、ゼロアンダーナッシングでいきます。はい、僕はロストロンギン、ツーリーチマージでいきます。はい、3、2、1、押して。ちなみに右回転です。うん、お、すごい、綺麗に真ん中とどまってるよ、レジェンドスプリガン。ゴールドとブラックですごいかっこいいね。よし、いけ。いや、これはどうでしょうか。よいしょ、3、2、1、おっしゃ、はい、おっしゃ、はい、おっ、はい、わー、結構食らってる、はい、結構食らってるけど、はい、はい、耐えてるよ、はい、耐えてる、はい、危ない、危ない、危ない、はい、危ない、やばい、あ、これは結構危ないな。バス、いける、いける、いける。あー、ダメか。よいしょ、3、2、1、おっしゃ。うわ、ちょっと待った、うわー、うまか。はい、じゃあ私はエイシン君が出た手を借りてクラッシュラグナルク11リーチウェッジでいきます。はい、じゃあ僕はポフのベイを変えてレジェンドスプリガンゼロアンダーナッシングでいきます。はい、3、2、1、ゴーシャー。どれやっ、うわー、3、2、1、ゴーシャー。よっしゃ、いけ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 、頑張れ。よいしょ、勝負、3、2、1、ゴー。ちょっと大丈夫かな。耐えろ耐えろ、頑張れ、耐えろ、逃げろ逃げろ、スタミナ逃げろ逃げろ。なんか弱々しい。あ、おっしゃ。はい、じゃあ私はアイシンクのベイを買ってロストロンギンス2リーチマージでいきます。はい、僕はジークエクスカリバー5バンプアトミックでいきます。はい、3、2、1、おっしゃー、おっしゃー、オーバー。
3-2-1ゴールキー、頑張れ。あーっと両者オーバーフィニッシュ。3-2-1ゴールキー、あーまたオーバー、3連続オーバーだったね。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム10。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はここに出てますのでぜひチェックしてみてください。そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということでクラッシュラグナルク出てよかったね、うん、最後バーストしちゃったけどねでも出てよかったです。はい、はい、ということで今回は出てございます。バイバーイ。